おはようございます。2日目の朝ですね。めちゃくちゃ美味しそうなカフェ併設だったんで、朝飯は市場で食べるとして、まずはコーヒーをいただいて、そこから海の幸いただこうかなと思っておりますよ。本来は5時に目覚ましかけてたんですけど、ちょ飲みすぎてね、朝5時に起きて、ほんで9時までに行けば、なんかそのすごい朝市みたいな感じのがあるらしいんですよ。でそのすごい朝市に行こうとしたんですけど、ちょっと無理でしたね。余裕で8時に起きましたね。でチェックイン10時やったんで、まあ8時に起きて、今9時ちょっと過ぎなんですけど、来てこれからすごい朝市は終わったんですけど、朝市はやってるらしいんですよ。だから朝市には行こうと思います。そこで、海鮮丼なりお寿司なり何があるか分かんないんですけど食べて、で、一段落して、まあ11時からたぬき工事みたいなところでやってるところがあるらしいんで教えていただいたんですけど、1時から、お酒飲んで、でお昼過ぎに行くとこ行って視察して、であとは考えようかなって感じですね。はい、すすきのの方に向かって、何やったっけ、なんか JR ですね。なんで札幌駅、札駅っていう話ですね。札駅に向かって、その宗谷というところにその市場があるみたいなんで、だから地元の人たちが行く側の市場らしいですね。行っていきたいと思います。ということで、市民の台所札幌朝市にやってきました。これ食べます。特選札幌朝市丼です。他にも種類いっぱいありました。神ビジュアルでしたわ。ネギトロ、イカ、中トロ、ウニ、イクラ、サーモン、ホタテといったラインナップです。食事風景は別動画にアップしてます。新鮮すぎて食べる手が止まりませんでした。お次は小樽に行ってきました。小樽で人力車、いいですね。運河を眺めているとタイムスリップした感じになります。そして吸い込まれるように小樽ビール醸造所へ入っていきます。でっけえ何かがありました。小樽ビール、ワンパイント、ジャーマンポテト。醸造所ツアーが無料だったので行ってきました。コースターですかね。原材料たちがラインナップされていました。小樽楽しむことができました。1パインドのビール飲ん でジャーマンポテトも食べて、まあ腹パンチ腹パンなんですけど、いやまだ言うても2食目なんですけどね。1食目の海鮮丼がまだ消化されたくないみたいな感じになってるんであれなんですけど、ただまあジャーマンポテトもビールもなんかもう空気感がすんごいすんごいドイツっぽかったんで超楽しかったですね。でまだ僕にはスープカレーとラーメンを食べなくちゃいけないという使命が残ってますんで、これもね腹パンに負けることなく突き進んでいきたいなと思います。はい、ラーメン一杯、スープカレー一杯で付属してビールが一杯ずつついてきますんで、帰りの飛行機が一番心配ですね。ということで小樽ありがとう。北海道の海を眺めて帰ります。波も穏やかで見ていて気持ちが良かったです。思ったより長い時間を沿岸を走るんですね。海なし県の拙い感想です。ということで飛行機に乗って帰ります。ちゃんとラーメンは食べました。カレーは無理でした。今度は夏に来てみたいですね。毛ガニ食べたいです。ちゃんと5時に起きて朝一にも行きたいです。北海道 Vlog ご視聴ありがとうございました。